ちは。中央大学理工学部の秋葉と藤田です。今回は中大理工の3つのポイントについてご説明します。理工学部の学生は後楽園キャンパスで学んでいます。東京駅、新宿駅からのアクセスは抜群、通いやすいキャンパスです。中大理工では理学分野、工学分野の10学科に分かれています。また110を超える研究室があり、充実した環境で研究することができます。自分はお掃除ロボットの頭の中のシステムを作るような研究をしており、普段目にするような身近なものや最新の研究ができます。皆さんにふさわしい学科研究室が見つかるはずです。また中大理工ではグローバルに活躍できる人材の養成にも力を入れています。2022年4月からアントレプレナーシップ教育が始まりました。卒業後、理工学の知識と高度な英語運用能力で活躍できる力を身につけましょう。研究では国際学会など英語でプレゼンする機会があり、英語能力が求められます。皆さんも中大理工で一緒に学びましょう。